ジェレミー・シャルディは、フランスポー出身の男子プロテニス選手。ATP 自己最高ランクは、シングルス25位、ダブルス39位。これまでに ATP ツアーで、シングルス1勝、ダブルス4勝を挙げている。身長188センチメートル、体重75キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。2013年全豪オープンベスト8。 タマスターズ戦でもベスト8進出経験がある。またダブルスで2019年全仏オープンでは、同じフランスのマルタンとペアを組み、準優勝を果たした。銀行家の家庭に生まれた3人軽視の末っ子として6歳から、テニスを始めたシャルディーはジュニア時代、2005年ウィンブルドン選手権、ジュニア男子シングルス部門で、ロビン・ハーセを6から4、6から3で破って優勝した。 同年の全米オープンジュニア男子シングルス部門、世界スーパージュニアテニス選手権大会においても、それぞれ準優勝を遂げ、ITF 男子、ジュニアシングルスランキングで最高3位を記録するなど、フランステニス界において早くから注目された。2006年にプロ入り。しばらくの下積みを経て、2007年からランキングも上昇し始め、2008年に、 全仏オープンで躍進を果たす。フランス男子のトップ2であるリシャールガースケとジョー・イルフリード・ゾンガが共に故障で欠場する中、シャルディは主催者推薦での出場を認められ、2回戦で第6シードのダビド・ナルバンディアンに3から6、4から6、6から2、6から2、6から1のフルセットで逆転勝利を収める。続く3回戦でも、 第30シードのドミトリー・トゥルスノフに7から6、6から3、6から4のストレートで勝ち、4回戦で、第19シードのニコラス・アルマグロに6から7、6から7、5から7のストレートで敗れた。この活躍により急遽、ワイルドカードを授与され、本戦からの出場を果たしたウィンブルドンでは、2回戦で、同じフランスのポール・アンリマチューに3から6、5から7、6から7で敗退した。 この年は他にも、スイスオープングスタードで予選を勝ち上がりベスト8、進出、10月のクレムリンカップでもベスト8の成績を、収める東欧ツアーレベルでも好成績を残すようになり、ランキングも年初の172位から年末には75位にまで大幅に上昇させ、自身初の年間トップ100フィニッシュを果たした。2009年は、 第5シードで出場した2月第1週の SAA、テニスオープン準決勝で、第2シードのダビド・フェレールを1から6、7から6、7から6のフルセットで下し、自身初のツアーシングルス決勝に進出。ここでは、同国選手のジョー・ウィルフリード・ツォンガに4から6、6から7のストレートで敗れた。この5ヶ月後、7月第3週にメルセデス・カップに、 ノーシードで出場したシャルディーは準決勝で地元のニコラス・キーファーを6から3、7から5のストレートで下し2度目のツアー決勝進出を果たす。決勝ではビクトル・ハネスクと対戦。これを1から6、6から3、6から4の逆転で破り、ツアー初優勝を果たした。この年は他にも2月第3週のデルレービーチ、国際テニス選手権、5月第1週の BMW オープンで共にシングルスベスト4を記録し、ダブルスでも、同国のリシャールガスケと組んで出場した10月第4週のサンクトペテルブルクオープンで準優勝を記録するなど、前年に引き続き好調差を維持する1年となり、シングルス、ダブルス共に自己最高位を更新する形でシーズンを終了した。2010年は1月のブリスベン国際でマルク、ジケルト組ダブルスで、 初優勝した。8月のロジャーズカップでは2回戦で、フェルナンド・ベルダス校6から7、7から6、6から2で、3回戦で、ニコライ・ダベデン校6から3、6から2で破るベスト8に進出している。2013年全豪オープンでは3回戦で、第6シードのフアン・マルティンデル・ポトロを6から3、6から3、6から7、3から6、6から3で、4回戦では、 第21シードのアンドレアス・セッピオ5から7、6から3、6から2、6から2で破り、ノーシードから4大大会で、初めてのベスト8に進出した。準々決勝では、第3シードのアンディ・マリーに4から6、1から6、2から6で破れた。大会後のランキングで、自己最高の25位を記録している。2015年のロジャーズカップでは、ノーシードからニコラ・マユ。 レオナルド・マイエル、イボ・カロビッチに勝ち、準々決勝で、ジョン・イズナーに6から7、7から6、7から6の3時間を超える大接戦の末勝利、マスターズ戦で自身初の準決勝進出を果たした。準決勝では、ノバク・ジョコビッチに4から6、4から6で敗れた。全米オープンでも3回戦で、ダビド・フェレールを破り4回戦に進出。四回戦では、 前回王者のマリンチリッチに敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス。 G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。